あの 8000m の山ってすごく特殊で、なんかこう全身を使い果たすような感覚が得られるんですよね。普通の山だとまだ余力を残すんですけど、 8000m だとなんか空っぽになる感じがあって、それで 8000m の山によく登ってます。頑張れー、うん、あ、今キャンプ3に着きました。昨日ローツフェイスっていうこの斜面で亡くなった人がいて、ヘリコプターが今その遺体を降ろしに来てます。エベレストの頂上、2011年5月20日、2度目の頂上に着きました。